それさ、はい、女の子に人気。室内豪華。いや、足、サスペンションがしっとりしてる。加速がさらにシャープになって、ワインディングになるとさらにこう良さが出るといいますか。さあ、今回はですね、株式会社サンオータスさんにプジョー208ご用意いただきました。ありがとうございます。はい、安田さんです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。これですね。はい。いや、ベースになった車が。はい、これさ、はい、女の子に人気。いいですよね。いや本当に女の人ね乗ってるの多いよ、はい、うん、かっこいいですよね。似合うの女の人、うんうん、でこれ黒ですけども、はい、なんかねあの白とかね黄色とか、そうですね、赤もかわいいよね、はいはい、ちょっとこれちょっと紹介してください、うん、特徴としては標準のグレードよりも最上位のグレードになってますので、こちらのオーバーフェンダーですとか、 あとライト点灯させると、はい、爪とはい、牙をイメージしたライトが点灯するようになる。言われなきゃ分かんないですね。ですね。あとテールもいいですよね。そうですね。統一性があるよね、前も後ろもね。そうですね。あのそれこそあのなんかドイツのねゴルフ系とは違うね、うんうん、ウォルクスワーゲンとは違う、やはりなんか、ね、うん、やっぱフランス車のなんか、ね、デザイン性があります。デザイン性が高いですよね、はい、でもこうやってさ、うん、応援してくれる人がいるからいいよね。うん、ね、やっぱそれはもうひろきくんの人柄でしょ。あ、そうですね。ありがとうございます。あと腕で腕。はい、頑張ります。腕ですよ。なんとでも今回この車を WRC ジャパンの時のコースを下見する車に、あ、下にですか、はい、使わせていただいて、あの本番車も全く同じ車格なので、うん、もうやるんだったら同じ車でやるっていうのがやっぱり一番雰囲気出ますもんね。そうなんです。室内豪華。そうですね。デザインが非常に優れて。ね、ところが特徴だと思います、はい、いやおしゃれ、こんなとこもうカーボンでさ、うん、あとプジョーの特徴というとあのステアリングが少しちっちゃいんですよ、うん、なので操作するときも結構女性の方でもハンドル切りやすかったり、そういったところも特徴なので、うん、どう後ろ、いやなんか、うん、高いです、意外と なんて言うんですか、高いんですよ、ヘッドクリアランスがね、はい、でも自分が座ってるポジションもなんかこう山になってるっていうか、なんか高いので、うんうん、めちゃくちゃ見晴らしいです。これ上はガラスエリアあるんですよね、はい、ガラスルーフになっております。ガラスルーフになってて、はい、開閉できるようになってます。あ、そう、開閉できるの、シェードです、あ、そうですね、はい、あの暑い時はね、そうです、それで止めるってことですね、はい、へえ、いや、おしゃれ、うん、なんかいいですよね、うん、とってもおしゃれ、いいなぁ、かわいい、かわいいですよ、これ小型だけども、フランス車ってやっぱりすごいなと思うのは、うん、で本当におしゃれって感じがするんだよね。そうなんだよな。これ例えばシートで、はい、シートの色は、うん、グレードによって異なるんですけども、素材と、これは最高級グレードだよね、はい、そうですね、はい、これおいくらになっちゃうんですか。これはちょっと価格の方がですね、うん、450万ほど、ちょっと変動がありますので、まあ、今はちょっとね、はい、なかなかちょっと難しいです。今はそれほどさ、円安になってからちょっとね、はい、それが大変なところもあるんだけど、いや、いい車。エンジンは、エンジンは直列3気筒の 1.2 リッターターボ排気エンジンになってます、はい、十分でしょ、はい、十分です。パワーどのくらいあるんですか。出力で100馬力100、はい、ちょうど100ですね。十分ですよ。実はラリー車同じエンジン使ってるんですけど、実は200馬力超えてくるんですよ。それぐらいポテンシャルのあるエンジンがなんと乗ってるので、200馬力にするっていうのは、100馬力を200馬力にするっていうのはどういうふうにするんですか。いや、だからエンジンの中、うん、まあ排気量を上げちゃいけないんだよね。排気量 1.2 のターボそのままです。そのままで、ほとんど同じエンジン。どうするとプラス100になるんですか。基本的にあの ECU の方で本当にポテンシャルギリギリのところまで、うん、まあ、レーシング車両になるので、うん、詰めてそれで出してます、うん、はい、すごいね。いや、すごいよ、200馬力って、ね、うん、飛んでますよ、この軽い車だったら。3気筒だよ、ね、やっぱりそうですね、あの PSA 系のプジョーのエンジンもそうなんですけど、もともとプリンスエンジンなんて呼ばれてたりして、ね、あのエンジンアワード何度も取られてるぐらいすごい優秀なエンジンで、自分も以前あのシトロエン C2 っていう、まあ、兄弟車みたいなのに乗ってたんですけど、うん、もう全然壊れなかったですね。エンジンはそれぐらい強いです。へえ。土屋さん、軽い。どうですか。いや、軽い。軽い、うん、1.2 リッターターボとは思えない。軽い、踏んだ瞬間のね、トルクが、はい、すごいね、今時の技術ってね。いや、足、サスペンションがしっとりしてる。そうなんですよね。あの入力が優しい、
構しっかりペタってこう路面に吸い付くようなこうイメージですよね。なんかしっとりしててモードも少し変えてみますか、うん、そうだね、そうだね。エコーツ今どうなる？これですね、はい。結構加速がさらにシャープになる。そうだね、はい、レスポンスが上がるね。そうなんですよ、うん、でワインディングになるとさらにこう良さが出ると言いますか。なるほどね。今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです。車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられます。コンプリートカーも販売してます。番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください。さあ乗り心地いかがでしたか。はい、いやもうしっとりしてて、うん、なんかね俺って生まれも育ちもいいんだろうなっていう気にさせてくれる品があるなって言ってましたよね。そう、どうですか実際乗ってみて。いやもうちょっとなんかスポーティーで足硬いのかなと思ったんだけど、うん、スポーツでもそんなに硬くないんだよね、うん、まあ、もちろんノーマルエコにすると全然こうしっとりするんだけど、スポーツでも全然そのもう後ろの席で女の子でも子供でも寝れるぐらい、はい、上品。テリーさんいかがでしたか。気持ちよかったですね。なんか気持ちよさそうな顔されてました。本当なんかね、僕はほとんど寝てましたよ今はね車って例えば注文すると、はい、どうすると1年待ちだとか、うん、よくあるじゃないですか、はい、半導体の問題で、うん、これプジョーどの辺で。こちらであれば年内の車。年内すごい、はい、できます。あそう、はい、色は色はお選びいただけまして、うん、ただグレードや、等によっては若干お待ちいただく車もありますので、うんうん、ぜひディーラーの方にご相談いただければと思います。さあ今回は、はい、この番組が終わった頃にはもう、うん、ひろきくんのレースは終わってる。そうなんですよ、はい、WRC は、ね、そうなんです。勝ちましたでしょ、はい、報告できるといいね。もちろんです、うん、ね、行ってまいります、はい、頑張って。ありがとうございます、ね、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。いやかなり先制地から荒れたラリーで、最終日も大雨でかなり戦線離脱するクルーが多い中、最後までしっかり1週間前に届いた車とは思えないぐらいしっかり走り切れたので、良かったかなと思います。 How do you feel the rally Japan? I really enjoyed this rally Japan. Really happy to finish P1 in our class in rally 4 and really happy to be here and finish.今回 WRC ジャパンを通して本当に若いいろいろな人たちにこうやってメカニック、もちろんアヘッドモーターサービスとしてこれからどんどんこういった活動をしていきながら、しっかりとここから出ていけるような若者たちを育てていきたいなと思うので、ぜひアヘッド坂戸のアヘッドモーターサービスの方に遊びに来ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。バイバイ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。